けで道を作ろうと、砂利を運んできたりコンクリートを運んできたりってことはしないで簡単に安く作ろうと。なので、まあ、山主さんにはこういう森の道どうですかっていうふうに進めてます。で、面白いのがこれです。これ側面に今切った爆音が、これわざとやってるんですよ。こうすることでですね、ここの道の縁側に緑が広がるのが早くなる、それとまた根っこが広がって土砂崩れを防ぐっていう役目があります。なので土の一番いい栄養のいいこの黒い部分、分かりますか、強度っていうこの部分、落ち葉が今腐ってって一番いい部分をですね、ユンボ分かりますよね、ユンボでこう優しくこう取ってですね、取ってそのままユンボでですねパサーッとこう置くようにしてるんです。することでこっちの面にも強度がそのまま引っ張りついて、向こうとこっちの植生が回復が早くなるというようなことをやってます。栄養のある土、あ、土、はい、土必要です。あとは目に見えないものなんですけど、あとは酸素、はい、空気ですね、はい、あとはですね、まあ、教科書には載ってないんですけど、温度っていうのもなかなか関係してきます。やっぱり暖かいと光合成をして、寒くなると光合成の速度が、遅くなる、なので今言った、太陽の光、水、空気、酸素ですね、その違いを、ちょっと考えてみようかなと思います。じゃあ例えば今石黒さんが紹介した間伐してない場所と、こっちの間伐した場所で、空気考えてみましょうか。今石黒さんがいるところが二酸化炭素が濃くて、こっちが二酸化炭素が薄いってことはまずありえません。この山大体均等に酸素、二酸化炭素の濃度が一緒だ。じゃあ同じく土見てみましょう。土もあっちだけ栄養がなくて、こっちだけものすごい栄養があるっていうわけでもない。水も同じです。今雨降ってますね。こっちだけカラッカラに乾いてて、あっちだけびしょびしょに濡れてる、これも違う。つまり、土と空気と水という条件はこの山全て一緒なんです。じゃあ残り何が違うかっていうと、最後残された、今日どこにいますかね、太陽は。あ、ケントさんは向こうかな。太陽の光ですね、はい。で、木はまあ生えてきたところから歩くことができませんので、その場でどん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 高く成長します。で、なおかつこの針葉樹というのはですね、原始的な木で、今皆さん知ってる広葉樹、葉っぱが秋になると落ちる葉っぱっていうのは、光があるところに枝を自由自在に伸ばしていくことができるんですね。ただこの針葉樹は原始的で、まずまっすぐ上にしか伸びない、光がある方にこう斜めったり、枝が分かれてニョギニョギと幹が2つになったりっていうことはできない木なんです。なので、この木に関しては植えたところも人の手がやったし、その後太陽のお日様を浴びせるのも、まあ、人の手でやらないとどうしようもないっていう林なんですね。もちろん人の手が入らなくても200年後には自然に競争して負けていく木と勝っていく木が分かれていくんですけど、この木はですね、一つ目的があって、木材にするために植えられてるんです。なのでやっぱり人がお金をかけて植えたやつを自然のままで、ほったらかすんじゃなくて、なるべく元気のいい太くてまっすぐな木を育てていこう。そのためには、僕たちが、森林組合の方がチェーンソーを持ってきて間伐をしていくと、そして太陽を浴びせてどんどん太らせていく、そういうことをしている場所です。なのでよく CM で皆さん森を育てようって植樹をしてるイメージがよくあるんですけど、実は一番最大の森を育てる部分っていうのは植えてから切るっていうところにあります。植えっぱなしだと実は荒れ果てた森を育ててるつもりが、実は何の価値もない森になってしまうよっていうところに今日は気づいていってください。切りされた状態で広く間を空けて植えて、必ずしも全部が全部成長するわけじゃないんで、中にやっぱり悪いのとか、まあ種が悪かったり苗悪かったりとか、虫が入ったりだとかしたらもう全滅するっていう可能性もあるので、なるべく多めに植えてるんじゃないかと思います。あとですね、初期成長でまっすぐ上に伸ばすっていう効果があるんですよね。で、混み合った状態でみんなが光を求めて上に上に伸びようとするので、こういう風な感覚で植えられてます。
で適当に回りすることによってその後どん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 横に太らせていって、あのいい材木を取るという作業になっていきます。これちょっと感覚広いです。はい、これあの一応説明した時に工場長は手洗いって言ったので背中側に言われます。上で光を遮っちゃって、この木の光を遮ってるのかなって。あ、はい、あ、なるほど。そうですね。ちょっと一番上が針葉樹の上にまで行ってますよね。ちょっと行ってる、ね。ちょっと光の邪魔をしてるっていう可能性はあります。うん、ある。まあ、ちょっと多分僕らとしてはこれはある程度残す方向ではいくんですけども。光の関係としてはそういう考えもあるんですね。この木を残す切るんだったらね、はい、それはやっぱり絶対残しておいた方がいいと思います。そうですね、これを切るって決めるんであれば、はい、これは残す方向にはなると思います、はい、自然を表している、まあ、土とか風とか多分そういうとこだと思います。でこっちの3本の線はですね、3本おみき、みき3本線おみき、要はまあお酒取りに例えてますね。この3本線をおみきとして、切る木のところにですねこう立てかけて、で皆さんで一緒にいただきますと、今日これをしてから始めたいと思います。じゃあちょっといいでしょうか皆さん、今日の間伐を無事にね安全に終わらせるためにもじゃあいきます、せーの、いただきます。いただきます。この木が倒れる道用ですね、この指を使って今シチュエーションしてたんです。イメージ、はい、この線を片目で見た時にそっちに倒れるよ、そっちに倒れるよっていうガイドをしてくれるんですね。なのでこの線を、ここにある線を見ながら今僕はこうやって切ったところです。狙いもバッチリなのでおそらくこのまま倒れてくれると思います。それじゃあいいですか。それでは追い切りというのをして倒していきたいと思います。まず10それは気をつけてみてください。大丈夫です。いきます。あ、左にずれてちょっと左にずれて、大丈夫です、これ直せます。こういう場所ではよくゴロンとこう突っかかっちゃうことがあるんですけど、こういう時はですねさっき持ってきたこれで木を回すことで解消できます。木を回す、
狙った方向に。